UEFA ヨーロッパリーグ L 決勝トーナメント1回戦セカンドレ、トッテナム対ボルフスベルガー ACWAC が現地時24日に行われた。トッテナムが4-0の勝利を収、2戦合計8-1でベスト16進出となった。今シーズン海外サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単し1ヶ月無料お試し実施中。トッテナムはアウェでのファーストレグで4-1の勝利。セカンドレグでは10分にマット・ハーティからパスを受けたデレアリガはトラップからオーバーヘッドシュート。これ、ゴールに吸い込まれた。その後、アリは73分にガス・ベールのゴールをアシスト。アリの活躍、ドで、トッテナムが4-0の勝利を収めた。試合後、テナムを率いるジョゼ・モーリーニョ監督は、あのゴールについて話す必要はない。なぜ、ラゼミンがあれを見ていたし、世界のすべてのスTVで、人々がそれを見ることを信じているし、例に関して、言葉はいらないと話しつつも、彼、すべてのメインにおいてとても良かった。デレがこレベルに戻ってきたのは、素晴らしいと称賛だ。モーリーニョ監督の構想から外れ、十分な場機会を与えられなかったアリ。さらなる勝つに期待がかかる。両。